いいっすよね。見る見る見る。子供が寝て、ロティサリーチキン弁当です。お肉大盛りでなんと850円。ロティサリーチキン、ほんと2日に1回ぐらい食べたい。ヘルシーでこんなに美味しいの、ありがたすぎる。Experiencia religiosa, este maón es otra cosa. Sigue esperándome así como si el mundo llegara a su fin. あれから2時間ぐらい作業をして、まだ4時ちょっと過ぎですが、夜ご飯の準備を始めます。いつも娘が5時半に帰ってきて、6時ぐらいから夜ご飯を食べるので、その30分の間にちゃちゃっと作っちゃうんですけど、今日は別のチャンネルの撮影をしながら夜ご飯を作るので、ちょっと時間がかかってしまうから、今から撮影兼夜ご飯作りを開始します。パパ呼んできて。ご飯よき、ご飯。ご飯食べよう。
グリーンピースうまいよね、このちゃん。今こうセグンテグンが出てきて戦いを繰り広げてる。ええ、お母さんのグルーム。何しよう。よし。今やめてもいいよ。一応やめる？ご飯を作って食べて、お風呂に入って、ちょっとだんだんして、子供が寝て、ようやく一息つける時間になりました。お疲れ様です。いろいろ休み休みやっていきたいはやっていきたいんですけど、疲れがすごくて、もう一旦腰掛けちゃうと、もう動きたくないっていう感じにすっごいなっちゃうんですよ。なので、夕方ご飯を作り始めたら、もうそこから止まらずに、座らずに、あれしてこれして、なんか用事見つけて、掃除して、なんかちょこ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 動きながら、ようやくここまでやってきました。低血糖症っていう、血糖値がね、こうちょっと上がったらガクンと下がるっていう、まあ、持病みたいなのがあって、なんか雲行きが怪しくって午前中から低血糖の症状が出てるみたいな時は、もう体調がマシなうちに夜ご飯とかも全部支度しちゃって、あとなんかダランと倒れちゃっても大丈夫みたいな風にしてるんですけど、子供が寝てから夜自分が寝るまでちょっと時間がね、やっぱ 3,4 時間はあるんですけど、そこにこうタスクとかをスケジューリングしちゃうと、体調が悪くなった時に対応できなくなるし、やりたいっていう気持ちも湧いてきちゃうので、もう妊娠してからは低血糖症状もすごく出るし、夜はとにかく何も予定を決めずに、まあ、やりたい時に体調が良ければやったらいいし、まあ、基本的にはフリーだから本読んだりとか、なんか次の日何しようって考えたりとか、ゲームしたりとか、まあ、自由に過ごそうっていう風に位置づけて、今はゆっくりしてます。今9時前ぐらいなんですけど、これから寝るまで、あんまり遅くなるとお腹空いてまた血糖値のバランス取りにくくなるので、まあ、10時半とか11時ぐらいには寝ようかなと思います。めっちゃ早いね。妊娠前は2時とか3時とかに寝て、同じように7時半に起きてたから、疲れってすごい、何もできない。これが本来の人間の姿なのかもしれないけど、ショートスリーパーなんで4時間半ぐらい本来は全然問題ないんですけど、ここは体調のことを考えてしっかりと睡眠とるように最近はしてます。
stay